僕は新人の刑事です。女手一つで育ててくれた母ちゃんが僕にずっと言いたかった一言に感謝した話です。1980年の連載開始から累計発行部数は1500万超えを記録。昭和の時代を生き抜く人々の数奇な人生を様々に紹介するオムニバス作品。その中でも珠玉の名作と呼ばれる名シーンです。主人公は若い刑事、女手一つで育ててくれた親子の物語。昭和30年代、主人公の母は息子を女手一つで育てました。ほらほら、ゆっくり食べなきゃダメじゃない。父親が早くに亡くなり、母はどんなに不安だったか。でも子供の前でそんなことはお首にも出しませんでした。母の仕事は工事現場での肉体労働。働く母は息子が友達と歩いてきた時には、知らんぷりしていてください、こんな格好じゃあの子がかわいそうだから。そんな母のもとへ。母ちゃん！いつも優しく笑顔の母がたった一度だけ悲しい顔をしたことを覚えています。ある日、母が飛び込んで帰ってきました。よしよ、オリンピック見せてやるよ、開会式のチケットだよ。東京オリンピックの開会式のチケットが手に入ったと言うんです。親子で大喜び。考えてみれば、一緒に外へ遊びに出かけるということはなかったのでした。出かける当日は二人とも一睡もせずに始発の電車で川を渡り、東京へ向かうことにしました。僕らは最高の服装をしてその日家を出ました。母は今まで見たことがないぐらい喜んでいました。それは東京オリンピックの開会式を見ることができるためではなく、東京オリンピックの開会式を僕に見せてやることができるためだったことは分かっていました。母と僕は父が死んで初めて川を渡ったのです。しかし、お客さん、これ違うよ。入場券はそんなんじゃなくてこういうんだ。あんたは悪いダフ屋に騙されて偽の券を買わされたんだ。開会式でにぎわう都会の道を何も言わずに帰ります。母さん、今日はとても楽しかったよ。嘘じゃない、僕は本当に楽しかった。ごめんよ、よしお、母さんお前に何もしてやれなくて。そう言って僕の手をぎゅっと握ってくれました。僕は罪に重いも軽いもないと信じています。犯罪はいつも弱い者をいじめるのです。母はその町で僕を育て、今も一人で暮らしています。僕の仕送りを一切拒否して働きながら一人で生きています。そして大人になった僕は刑事になりました。容疑者を張り込んでいると、ある電報が届きました。母帰得、すぐ帰れ。ベテランの刑事は容疑者の罪はダフ屋をしていたという軽いものだから実家の川崎にすぐ戻れと言うのですが、僕は犯罪に重い軽いはない、もう少しいさせてほしいと言いました。しかしもちろん心は穏やかではありません。すぐにでも母のところへ帰ってやりたい。辛くないわけがありません。できたら今すぐに会いに行ってやりたい。でもこれが僕の仕事なんです。母はきっと分かってくれるはずです。僕が帰るまで頑張って待っていてくれるはずです。ん？罪に
重い軽いはありません。母は僕が刑事になった時喜んでくれました。母は罪を負う僕の仕事を喜んでくれています。母さん、今帰ります。僕が着くまで待っていてくれますね。頑張っていてくれますね。僕を産んで育てたあなたです。頑張ってくれますね。母は僕が到着して2時間後に息を引き取りました。死ぬ前に一度だけ意識を取り戻した母は僕の手をぎゅっと握って、オリンピックごめんねとはっきりした声で言いました。母はずっと偽のチケットを買ってしまったことを重く捉えていました。そこまで僕に楽しい思い出を作ってやりたいと、亡くなる時まで僕のことを思ってくれていたのです。そんな母に心から感謝の気持ちを伝えます。楽しいオリンピックでしたよ。僕は必死に言おうとしましたが、涙で声になりませんでした。ただ母の手を握り返し、何度もありがとうと心の中で繰り返しました。